こんにちは。原町接骨院久松です。今回は動悸、息切れ、胸の痛み、改善する3つのツボということでお話しいたします。はい、今回はね、動悸とか息切れとかね、胸の痛みに有効なツボを3つご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、動悸や息切れ、胸の痛みでお悩みのあなたは、それを改善していくことができるようになるはずですよ。では、お話しいたします。はい、動悸、息切れ、胸の痛み、ある場合は、まずは病院で検査してください。心臓疾患とかね、甲状腺疾患の可能性があります。もう必ず、そういったなるときは病院で、診察してもらいましょう。そして診察してもらった上で、原因不明とか、自律神経が原因と言われたら、今回お教えするツボ押しが有効です。ツボ押しやる際にね、必ずリラックスした状態で行うようにしてください。ツボなんですけども、一つ目は内観、二つ目は老朽、三つ目は団中と、この三つのツボが有効なんです。では、それぞれ、押し方を、ご紹介いたします。はい、まずは一つ目の内観です。内観、手首を曲げてできる一番深いシワ。一番深いシワから指3本下がった真ん中のところ。これを親指でぎゅーっとします。5秒から10秒。これを3回から5回、左右やりましょう。両方やってくださいね。そして二つ目のローキュー。ローキューは手を軽く曲げた状態。だいたい手のひらの真ん中付近。手を軽く曲げた状態で中指と薬指が当たる部分の真ん中。これがローキューというツボになります。ここを親指でぎゅーっとします。これを5秒から10秒。左右3回から5回押すようにしてください。ローキューです。三つ目の団中。団中というツボなんですけど、これ、左右の、乳頭線。乳首と乳首結んだライン。そこと、センターライン、正中線が交わるところです。これが団中というツボになります。これを左右の指3本使って、このように押していきます。真ん中を指3本で、ぐーっと俺が押します。1本であれば3本で押した方がしっかり圧が加わってきます。これを、5秒から10秒、3回から5回やるようにしてみてください。これは3つのツボね、押していくことによって、こういった動悸、息切れ、胸の痛み、改善していきます。1日何回でもね、やってみるといいです。ぜひね、こういった症状を改善するのにツボ押し、役立ってみてください。そして、ツボ押しだけでもね、もう改善しきれない場合、それが、原因不明のものや自律神経が原因のもので、セルフケアでツボ押してもね、改善しきれない場合は、私であっても、私でなくてもね、自律神経を務める専門家に相談して外注するという方法も、あるだと思いますので、そのようにしてみてください。そして、この、動悸、息切れ、胸の痛み以外でもね、自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の生態であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。また、あなたのご自宅が遠方である場合は、自宅でできる遠隔整体というのをやっております。私の自律神経の生態や遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でも、メールでも、LINE でも、私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ。毎週日曜日22時以降にご覧のチャンネルで YouTube ライブ。週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整える遠隔整体合同版までやっております。よろしければ、ライブ配信もご参加ください。そして、この動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。